どうも、今週もですね、観葉植物に水やりやっていきたいと思います。だいぶ寒いですね。もう11月の寒さということで、ちょっと観葉植物には、ちょっと厳しい季節になってきましたね。観葉植物はやっぱり冬は弱いですね。夏はね、こう強いというか、まあ青々とね、葉っぱを、増やしてくれますけども、冬はね、かなり寒い。で、この今日なんかでもかなり寒い。明日から水が出てきましたね。明日から水が出てきた、いい感じなんですけども、かなりこう寒い感じがありますね。あ、そうです。今日は、これですね。肥料をね、2週間に一遍の肥料をやらないといけないんで、肥料をやっていきたいと思います。ちょっと忘れてました。こっちはもうちょっと、後であげますね。こっちがクルシアロゼアとね、これをしっかりと肥料をやる。肥料は手からあげるっていうのをこうしてやるということになります。こっちはちょっと水やりをしてから、やりますね。ほんま寒なりましたね、この何日間かで急に寒なってきて、前までちょっと扇風機つけてたのに、もう暖房いるやんみたいなね、感じになっておりますけど、この何ていうの、だんだんと夏から秋になり、冬になりっていうんじゃなくて、夏暑い、ちょっと暑いなって言ってたとこから急に冬の寒さになるっていうかね、ほとんど秋が少なくなってきてる、だから春と秋がね、こうだいぶ少なくなってきてるっていうのが、実感としてあるので、他の人も感じてると思うんですけども、ほとんどね、秋夏秋冬というよりは、ほんまに夏の時期と冬の時期と、あとちょっとだけこう過ごしやすい時期があるかなというような感じですよね。まあ、観葉植物にとってはやっぱり、暑い時期がこう長い方がいいんでしょうけどもね、冬の時期これがどんだけこうね、葉っぱが減っていくかなというふうな感じではあるんですけども、ということで、そろそろ、観葉植物を変えていきましょうか。変えていきましょうかね。よいしょ。そしてこっちの、観葉植物にちょっと肥料をあげていきますね。肥料を2週間すでにちゃんと忘れずやるっていうのが、また一つこう育ってくれるポイントでもあるかなというふうに思います。ちょっとこう肥料を戻しておきます。しかし寒さを感じますね。もうちょっとね、セカンドストリートで上着を買いました。黒のね、上着をちょっと買いました。分厚いコートじゃないんですけども、ちょっとこういう時期にこう着れるようなね、ちょっと上着をね、買いましたね。結構安い価格でいろいろ売ってるんでありがたいんですけども。ということで、次ちょっと変えていきましょう。クルシアロゼアもね、そんなにね、こうあまり変化ないですけど、ちょっとこう成長してきてるのかな。上の方にね、こう葉っぱが出てきてますね。ちょっと新しい葉っぱが出てきてるかなというところですね。
ということで、もう一回2周目いきましょうか。2周目、2周目ですね。よし、じゃあちょっとアングル変えていきますね。そしたらアングル変えました。まあ、葉っぱを見ていくとですね、上の方から見ていくとこういう感じですね。この辺がまあまあ、それにまだでもちょっといい感じで育ってるところもあるんかなというところですよね、なかなかこれ本当に大きくなります。こうやって見てもらったらわかるかな。もっと下がらなあかんのかな。こんな感じでこんなにでかなったんでね、でこっちが、まあ、艶のあるこのね観葉植物、大きく広がっていっているという形です。そしてね、さっき言ってたクルシアロジア、これですね。これがほら、この上のとこがちょっと葉っぱが出てきて、前これなかったんですね。これがなかったんですけど、これが生えてるということでちょっと成長しているというか、こう何かこう新しいものがこう生えてきているというところがあるかなというふうに思います。ということでね、ちょっとこれは強いですね。もうちょっと緩めて、今週もね、水やり、今のところはまだまだ葉っぱはこう寒くなってきましたけど生えているという状態かなというふうにこう思います。ということで以上です。ありがとうございます。